皆様こんにちは。日本語地球カフェの時間です。私はカフェの店長の宇沢です。よろしくお願いします。この番組は海外で日本語を教えた経験のある方をお呼びして、あれやこれやをお伺いする番組です。今回は西条優斗さんをゲストにお迎えして、キルギスでのお話を伺いたいと思います。それではパーソナリティのラリーさん、お願いします。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、本日は西条さんにお越しいただきました。西条さん、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず簡単に自己紹介お願いできますか。はい、西条優斗です。出身は阿波踊りで有名な徳島県です。以前はキルギスの大学で教鞭を取っていました。現在は徳島県の四国大学で留学生対象の日本語や日本教員養成課程の授業を担当しています。ありがとうございました。実はインタビューをお願いする方には事前に一つ質問をしていて、答えを聞かせていただくことになっています。西条さんを一言で言うとという質問なんですけれども、私もまだ実はどのような答えを聞かせていただけるか分かりません。ちょっとドキドキしますけれども、お尋ねしたいと思います。西条さんを一言で言うと。そうですね、一言で言うとちょっと難しいんですが、一心不乱とかでしょうか。チンフラン、はい、そうですか。何とも興味を覚える言葉を伺いました。まあ、これについてはですね、西条さんの3回目に、詳しくご説明いただくとして、本日第1回目は西条さんが先ほど言ってくださいました2年間ですかね、過ごしたキルギスについていろいろ伺っていこうと思います。まずキルギスというとですね、日本人にはもしかしたらあまりこうすごくよく知って馴染みのある国ではないかなと思うんですけれども、どんな国なのか教えていただけますか。はい、そうですね、キルギスは中央アジアにあって、旧ソ連の国です。東は中国、北はカザフスタン、西はウズベキスタン、南はタジキスタンという国と接しています。おお。シルクロードの国としても有名でですね、さまざまな民族や言語を話す人々が住んでいます。はい、ある研究によると90以上の民族が住んでいると言われています。おお、すごいですね。そうですね、あとそうですね、中央アジアのスイスと呼ばれることもあって、山が多くて、天山山脈というと分かる人もいるかもしれません。あ、はい、なんとなくちょっと聞いた言葉がいろいろ出てきたので、あ、そうかなと、ちょっとこんな感じかなと今想像してるんですけど、キルギスのどの辺にいらしたんですか。私はですね、首都のビシュケクで生活をしていました。ビシュケクというとどんな町なんでしょう。はい、ビシュケクはですね、ソ連時代はフルンゼと呼ばれていて、街路樹が多くあったので緑の町のフルンゼと呼ばれていたそうです。おでですね、ビシュケクは市内のどこにいても山が見えるので、人口は全然違いますが、そうですね、出身のなんか徳島と似ているなと感じていました。おお、西条さんのご出身の徳島に似ている。おお、なんかちょっとそれを伺ってこうだんだんイメージが湧いてきましたけど、なんかこう特産品とかなんかそういうものってありますか。まあ、お土産を例えば買うとしたら。あ、そうですね、お土産を買うなら、羊の毛からできているフェルト製品がおすすめです。カバンとか、小物入れとか、はい、動物の人形とか、あとスリッパなどですね、可愛いものがたくさんあります。へえ。ちなみにですね、私は、はい、スマホケースとブックカバーを愛用しています。いいですね。それ日本でも買えますか。あ、実はですね、キルギスのフェルト製品はですね、日本の無印のオンラインストアで買うことができます。へえ。今でも買えますか。昨日調べたところによると、はい、今でも買えます。で、キルギスの伝統的な男性用の帽子、カルパックっていうのがあるんですけれども、それも購入することができます。はい、へえ。そういうのこうあれですか、いつ被るんでしょう。季節的には。そうですね、まあ、帽子ですので、夏も大丈夫なのですが、フェルトからできているので、冬とかもおすすめです。
へえ。他になんかこう食べるものでありますか？あ、そうですね、食べ物でいうと、白い蜂蜜が有名です。キルギスにいた時は私もよく朝ごはんで食べていたのですが、今でも実は、はい、日本でも買えるので、取り寄せをして朝食の食卓には欠かせません。必須アイテムとなっている。すごい。それって例えば私が買おうと思ったらアマゾンとかで買えますか？あ、そうですね、最近ではその白い蜂蜜も、普通にアマゾンとか中央アジアの雑貨の、オンラインストアですねで、買えるようになってますので、はい、ぜひお試しいただければと思います。ああ、それはちょっと新しい情報を伺ってぜひぜひ試してみたいと思いました。なんか白い蜂蜜と聞くとなんとなくこう日本にはあんまりないので高いかなと思うんですけど、いくらぐらいなんでしょう？ですね、アマゾンを見てみると今1980円で買えることができます。大きさは250g ですので、そうですね、何色も使うことはできると思います。私は結構使ってしまうのですぐなくなってしまいます。まあ、でもそれは どうなんでしょう、まあ、日本で聞くと1980円の蜂蜜って、まあ、ないわけじゃないのであれなんですけど、そのキルギス国の中での物価ので考えると高い、ね、安いどちらでしょう？キルギスの人たちからするとちょっと高めの商品かもしれません。そうなんですか。わかりました。さっき帽子の話が出たんですけど、気候というのはどうなんでしょう？あ、そうですね、キルギスは、そうですね、夏は暑くて冬は寒いといった印象です。どんなこう皆さんどんなことをしてその季節過ごされますか？そうですね、夏は暑くて冬は寒いと言ったんですけれども、春と秋も、うん、短いながらあってですね、例えば春になると、はい、ジャイローと呼ばれる放牧地に行って、伝統的なキルギスの遊牧民族の、ボズイと呼ばれるテントに泊まって過ごしたりしますし、夏はイシククリコという湖があるのですが、そこにバカンスに行って湖で泳いだりとかですね、あとバーベキューをしたりとか、ゆったりしたこう休暇を過ごすことができます。すごいですね。なんかこうリゾート地のような雰囲気ですかね。あ、そうですね、もう本当にまあ、キルギス海がない内陸国なんですけれども、湖がその海のようなリゾート地になっています。冬はですね、山が多いこともあって、はい、冬はスキーができます。へー。私は雪国出身じゃないのでよくわかりませんが、キルギス人の友人によると、はい、雪質がとてもいいらしいです。なんかいいですね。これ大都市というか首都から山がこう見えるってことですよね。あ、そうですね、はい、ね、こう大自然がすごく身近にあるという感じですかね。そうですね、やっぱり大自然が楽しめる場所があって、キルギス人というかキルギスの人々はその季節の移り変わりとかをこ う, うまく利用してゆったりとしたこう休暇を過ごしているような印象を受けます。わかりました、ありがとうございます。なんか先ほどその一番最初に国を説明していただくときに旧ソ連の国というふうに伺ったんですけど、公用語というのは何語になるんでしょうか？ですね、キルギスの言葉は、キルギス語が国家語、国語ですね。で、はい、ロシア語は公用語になっています。で、一般的に学校教育はですね、学校ごとに教授言語、教える言葉が異なっていて、はい、キルギス語で学ぶ学校とか、ロシア語で学ぶ学校、もしくはその両方で学ぶ学校とか、いろいろこうバリエーションがあります。で、西条さん自身はこう大学の中でというか町の中でとか何語を話してたんですか？私はロシア語で話していました。というのもキルギスの大学の多くがロシア語で授業を行ってたりするので、その中では学内ではロシア語を私は使っています。キルギス語っていうのはちょっとあまりこう聞いたことがないので、ちょっと一つだけ何かこうすぐ使えそうな言葉ってなったら教えていただけますか？あ、そうですね、キルギス語で。じゃあ、挨拶で、はい、サラマスズブっていうのが使えますね。すみません、もう一回お願いします。サラマツスズブですね。それはどんな意味なんでしょう？こんにちはですね。へー、はい、すごい、皆さん分かったでしょうかね。ちょっと難しいかもしれませんね。難しいかもしれません。私も学生にも時々キルギス語を教えるんですけれども、はい、なかなか発音が難しいなっていう学生も結構いますね。
ね。はい、ちょっとあの下手な真似をするとまずいのでやめときます。じゃあもう一度お願いできますか。はい、あのサラマスズムですね。はい、ありがとうございました。なんかこうキルギスというね、あの国のイメージが皆様こう具体的になったんではないかなというふうに思います。次回はこのキルギスでですね、西条さんが、どんなことをしていらしたのかなというあたりをちょっと伺っていこうと思います。西条さん、また2回目もよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ラリーさん、西条さん、ありがとうございました。いやー、こうして日本にいながらもキルギスの魅力に触れられるって本当に貴重ですよね。というか、無印良品でキルギスのお土産が買えるってすごくないですか。しかもめっちゃ可愛いです。あ、ちなみに白い蜂蜜も今さっきオンラインストアで注文しちゃいました。それとあとキルギス語もう私初めて聞いたんですけど、一回じゃちょっと覚えられないなと思ったんですが、なんと西条さんの学生が日本語でキルギス語を教えてる動画がありましたので、私も2つ言葉を学びました。こんにちはがサラマとスズブ、サラマとスズブ、じゃあまたがクルシクンチュー、可愛くないですか、クルシクンチューでした。皆さんも今日ご紹介した内容は概要欄にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。それ以外にも何か情報などありましたらコメント欄に書き込んでいただければと思います。チャンネル登録なども大歓迎です。それでは次回もお楽しみに。くるしくんちゅー。この番組は海外日本語教育学会の提供でお送りいたしました。